9時になって日が入ってきたね。そろそろ9時前やね。次は、僕たち60前後の人たちには懐かしい丸山恵子さんのどうぞこのまま行きます。確かな時間だけが今の二人に与えられた唯一の証なのです。埋め合うことの喜びに感じて、そして生きているのです。埋もりガラスを伝わる雨の雫のように、ただひとすじに、ただひとすじに、ただひたむきに、それは馬鹿げた憧れか、今無名な恋だとしても、雨はきっと降り続く。曇りガラスを叩く雨の音数えながら、どうぞこのまま、どうぞこのまま、どうぞやまないで。さよならは涙と裏腹、冷めたコーヒーのようなもの、だからいつまでもこのまま、どうぞこのまま、どうぞこのまま、どうぞやまないで。どうぞこのまま、どうぞこのまま、どうぞやまないで。登録してね。できたらお友達になってほしいのです。See you。登録してね。